ゆっくりしていってね。みなさんどうも、梅雨のせいでクソ頭痛い連の2号です。みなさんどうも、梅雨だろうとなんだろうと家から出ない連の1号です。ってことで、今回持っていくのは、ソレンティア木銃戦車の KV-1S です。てか、初っ端から本編に入るの初めてですね。車両解説とかやんないんですか？ああ、忘れてたNew 1939年に開発された KV-1 戦車は非常に厚い装甲を持っていたが、いかんせん重く、しばし故障が頻発した。ってことで KV-1 も信頼性を高めるために駆動系を改良して、さらに装甲を削り軽量化した車両を開発することになった。それが今回紹介する KV-1S 重戦車である。 KV-1S の S はロシア語で高速音にしており、その機動力でドイツ戦車を圧倒するはずだったのだが、武装はルーランの KV-1 と据え置きで、しかも装甲を削った運動能力が大きく、しまいにはリーダー戦車の登場にも見余り活躍できなかった。そしてアイエス重戦車までのつなぎとして、アイエス1の砲塔と 85mm 砲を装備した KV-85 に一部の車両が貫通された。 KV-1S はあまり活躍できなかったことから、今に注目されないことが多い車両であるが、しかし本社のコンセプトは後に主力重戦車となるアイエス重戦車へとつながり、決してダメなものではなかったと言える。戦闘システム起動。ってことでマップは郊外、中央の崖以外あまり行くところがないマップですね。郊外中央それぞれに戦線があった。パソコン版とどこで差がついたんですかね。マップも広さるですかね。そういえば冒頭の挨拶なんですが、どうかした？梅雨のせいでクソ頭痛いって言ってましたけど、梅雨ってとっくに過ぎてますよね。いや、そんなこと言った覚えないな。ならばその証を見せてやろう。皆さんどうも、梅雨のせいでクソ頭痛い連の2号です。皆さんどうも、何だろうと何だろうと家から出ない1000の1号です。黙れやサル。ああ、私が悪かったから何か喋って。うち完璧せ。やっぱ黙って。あっちマスコーラコレン御用達も 120mm 砲です。 KV-85 もトン KV-1S に 120mm とか装備がないですね。どうせ実弾しないんでしょ。実弾しちゃうんだな、これが。あれだよ、ご存知ないのですか。オルタン様です。さえ、どんなキャラなん。ガンダムナラティブ見たことないからわからん。ああ、ってことで妹がです。なんだこの対馬戦風。対馬戦風が見事間違えるなクソが、やなかった。どうやら敵の中戦車が裏取りしてきたようなので迎撃します。マップ見ればわかることなんだよな。えいえいミール君、この車両がダイアスランと打ち合うのが辛いんだ。何か今すぐ助けてやろう。お前って都合の悪いこと言われるとすぐ無視するよな。お待たせ、ザクリブーミーにしかないけどいいかな。そして謎の力で弾いていく。そしてダイアスラン君、畳のエネルギー脂肪。畳の杖。あー、そうそう、今回投稿が遅れた理由は期末テストがあったのといつものように車両解説も編集で燃え尽きたからです。いや、それだけがなんね。君のような勘のいい連もら大気なんだよ。先週疲れたから、ザクソにマスター買って遊んでました。ザクソ楽しいからみんなも、使おう。話が尽きたので、現段の戦況でも話そうか。あのさ、戦況としては、こちらの圧倒的優先ですね。敵は崖で粘ってますが、裏取り、部隊が溶けたため、抜かれるのは時間の問題でしょう。見ればわかることなんだよな。俺たちは、なんで裏取り失敗したか、明日までに考えといてください。そしたら終戦。おい、ゴレ俺ら、名言持ってんのよ、俺。A few moments later. 死ぬかと思った。機動力がある車両に乗っててよかったですね、本当に。ホットキンシの KV-1S を発見。ダメ的に美味しくないけど。撃っちゃうんだな、これが。こんなこんなで試合の終盤。ここからは皆さんの待ちかねの、お芋掘りの時間だ。私こんな楽しみじゃない。アホ姫。今回何回カットしてるんですかね。お湯気に行くもやめろや。じゃあ送ってやるよ、地獄に。バイカーどう考えても異常に酷なんだよな。生きてるー。結果はこちらの通り、一番苦手ですね。ということで専門説明行こうか。なんか急に真面目になったぞこいつ。ネタがつきたんだよ、さっきも。本線早くしたからね、しょうがないね。
砲の 122mm は貫通と反発がクッソ高い代わりに、それ以外はうんこだよ。装填長いのに、絞りと線路があれなの結構使いづらそうですね。いや、絞んなくても結構まっすぐ飛ぶよ。はぁ、あ、次に装甲だけど、装甲は正面、受け目がそこそこ高くても、当たりは結構神だよ。見た感じハルダウンすればいいんですかね。いや、無試し安定だよ。うんこの。次に機動力だけど、なんか普通に速いよ。こいつ本当に偶然者か？知らんな。まとめると、弾受けから火力支援まで幅広く対応できる万能作用だよ。DPM が低いから弾力行動を出ずに均等に扱えば自然といい戦果が出せるよ。衝撃なんでこいつ放置してるんでしょうね。ソ連戦車だからでしょ。ソ連戦車なら仕方ない。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。てかここの話聞いてるやついるのかな。まあ聞いてなくても特に困らないし、いいんじゃないですかね。